それでは、ニレコ NIR システムズ社の近赤外分析計、XDS アナライザーについてご説明いたします。こちらのすべてラボ機になっておりまして、主に医薬化学関係向けに、作られたモデルです。でそれぞれ専用機化されておりまして、医薬品の原料を分析するスマートプローブアナライザー、それから液体をキュベットセルですとか、こういう使い捨てのバイアルに詰めて分析するラピッドリキッドアナライザー、主に例えば、石油なんかガソリンなんかの場合ですと、オクタン化ですとか密度、蒸気圧、蒸留性状などの分析に使われています。それからこちらはこのようなバイアル瓶に入った粉体ですとか錠剤を自動計測する、マスターラボです。でこの他にも、インライン分析計があります。こちらです。こちらが分析計本体になっておりまして、プロセスとの接続は光ファイバーケーブルとそれからプローブが使用されます。このプローブは、耐熱300度耐圧 3000PSI まで耐えられる仕様になっておりますので、ほとんどのアプリケーションに使用できます。で今デモとして流れて液体のアルコールの量を分析しております。でこちらに結果が出ております。約20秒間隔で分析が行われ、このようにアルコールのトレンドが分かるようになっております。ですからこれによってリアルタイムでアルコールの含量が分かり、その制御ができます。この他には反応の、モニタリングですとかエンドポイントの確認にも使われております。